こんんにちちは、ひろちゃんですコメントで母が動画を見て残砂肥料を作ったんですがどういう使い方をすればよいのか知りたいですということですが残砂処理が完全にもう肥化されてればパラパラーっと表面に巻いて土と耕して肥料代わりに使えます。まだ残砂が完全に大化されてないいな場場合合そういう場合は 溝になる場所に穴を掘って順番に溝を掘ってそこに埋め込んでおくことによって次の野菜を植えつけるときにそこの溝の部分の残差が完全に堆肥化されてますので次耕してて全体に広ががっいいくような感じで使い方がで使方きます完全に堆肥化されてるかされてないかの見た目のところはどういうふうに判断したらいい残砂が手で 触っててポポロポロと崩れれる場合はもう完全に化されてます残さがまだ形が残ってる場合はそれはまだ完熟されてないですのでもうちょっと完熟するまでは置いた方がいいんですが溝に埋め込むと土の中で完熟されてきますので問題はないと思います。ありがとうございました個